はい、おはようございます、吉谷さん。そうですね、底引き網の例良かったですね。魚群探知機高性能やのやつを使って、ここだったら取れるんじゃないかなと思って、特定の地域をですね、こうやって探っていくことを繰り返しても、やっぱりね、取り損ねってあると思うんですよ。だからね、もう全地球上の海の底を底引き網するみたいなね。そしたらもう、取りっぱぐれがないですよね。そうなんですよね。そういうふうに徹底的にやることを決めたら、何をやったらいいのかわからないってことはもうすでになくなるんですよね。だって、何からやればいいんでしょうかっていう人に対して答えるのは、いや、思いついたこと全部やりましょうみたいなね。なんか必要最小限の力で最大限の効果を上げるのは確かにビジネス的に間違えてないんですけども、必要最小限の力が、海の底全部をね、引っ張るみたいなことでもいいと思うんですよ。まあ人には空いた時間とか体力とか気力ってのがありますんで、必要最小限ってのがこんだけ、ほんとたったこれだけでこんだけ欲しいみたいなね、ことになっちゃうと思いますけども、そこは自己否定ですよ。自分の必要最小限はそんなに精度が良くないんで全部だみたいなね。10を獲得しようと思ったら10をやるんだ、いやいや100をやるんだぐらいのね、気持ちでやれば何をやればいいんでしょうかって迷うことはすでにないんじゃないかなと思いますよね。メルカリをやるにしても隅から隅までやる。ヤフオクをやるにしても隅から隅までやる。サイトアフィリエイトするときでも隅から隅までやる。みたいなことになるのかなと思いますね。これを一言で言うと継続なんではないかなと思うんですよ。これだけやったら全部結果が出ますよっていうふうに、これだけしかやらないってなると、それだけをやったときに何もできなかったときにね、大きな挫折を感じますし、まあ詐欺じゃないかと思うんですけども、まあこれだけって言ってもだけなわけないよなっていうところですよね。あなたはただ見てるだけと、クリックするだけって言うか、そんなわけないですよね。いや本当にそう思ってるんだとしたら、なビジネスやっちゃダメですね。だけとか言ってね、そんなわけないですよね。会社員になって30年勤め上げるだけであなたは部長になりますとか言ってね、なわけないですよね。そんなこと誰も言わないですよね。やっぱり競争に勝って、いろんな資格試験通ってミスをせずに信頼を勝ち取って、そして上司に引き上げてもらって、きちんとスピーチをしてみんなに感動されて商品売って、プレゼン、マーケティング、全てですよね。全ての部署の全てのことをこなすから部長になるわけですよ。で、部長職の中にもいろんな部長がありますよね。いろんな部署がありますから。で、全ての部署のことが分かるから今度取締役になるわけですよね。何も分からずに自分の目の前の作業しかできない人ってのはずっと平じゃないですか。で、人を育てられるから上司になっていくし、人を育てるという力が育つから自分も上役になっていくわけですよね。だからね、やっぱりね、会社勤めすると上司をね、バカにする人っていると思うんですけども、そのバカにした上司に使われてるお前はもっとバカだって話にね、まあ気づかないといけないのかなと。どんなにバカに見えていても、それはあなたより上役である以上ね、あなたの見えてない優秀なところがあるってことなんですよ、ね、でバカな人ってのは優秀な人が見分けられないんでバカなんですよ。で逆にですね、自分の優秀者を気づけない上司をバカという人は、その上司のなんで上司になったのかってことがわからないから、そんなバカな上司よりはもっとバカだっていう話なんですよね。これはまあよく出されることなんですけどね。そんな感じでね、常に、間違えてるのは自分ではないかなと考えていくことによって、我々は進化できるんではないかなと思いますけども、いかがでしょうか。